チャオ。ここが隠れたのか。チャオ、あっちゃんです。今日、6月の9日、あっちゃんね、宿務してきて、帰りお買い物してきました。そのお買い物紹介します。今日はね、エバーグリーンとフードレックス行ってきて、買ってきたもの、エバーグリーンで買ってきたものは、九条ネギ。赤じそ、じゃがい、ほうぼくら、もうこれしか食べられないんだけど、青じそ、トメイト、プチトメイトで、きゅうりが2本で70円、お漬物のね、ズッキーニャが100円って出てきそうやね。オクラ、鹿児島産のオクラ。これ120円やってんけど、今までね、オクラがね、高かって、国産200円ぐらいしてて、で、わけわからん。どこやったっけな、どっか外国産のが100円ぐらいやってんけど、120円で鹿児島産が出てきた。ようやくね、夏野菜の値段下がってきたね。で、人参3本で98円。で、カブナメコ。ナメコ、これ98円。で、新物って書いたニンニク100円。これがね、エバグリーンで買った。エバグリーンで買ったヒゲモノ。で、エバグリーンで買ったヒゲモノ、寿司揚げ。ブリ。ブリ3匹で、3匹ちゃうわ。ブリ。3切れで、918円。明日ね、ブリテリしようかなと思ってね。で、ヒルゼンの、ジャージー牛乳、生乳のプレミアム。もうこれしか飲めへんねん。こればっかり最近。他の肉ちょっと壊ってね。これを、そこに置きましょう。ミルクはね、どうしてもね、いいの選ばんと危ないんでね、氷をね、もう砂糖あったかったからね。フードレックスで買ったもの、ポテチ。これね、この前食べたやつやの、バレーショデンプン茶碗。まだ言うてもな、前も同じことでね、バレーショジャガイモと、遺伝子組み換えてない国産ね、それと、植物油と、駿河湾の海洋深層水。ちょっと待ってね、今ヒカが後ろ通るんでね、これで映ってないかな、はい。海洋深層水の塩で作ったポテチ、これをね、買ったね。これ結構ね、こんだけ美味しかったからね、買ってみたの。これね、300何本すんの。で、ポン菓子、これ138円とは、ポン菓子買ってきた。それとね、食べたかったよ、干し芋、680円で干し芋コート、ね、昔ながらのやつを食べましょう、干し芋ね、委員長会はっていう話ね、光が食べてるから混ぜてくれへんかな。それとね、メロン買ってきてん。メロンがね、700円やってん。メロン、はい、これまた食べます。どこかな、ちょっとね、ゆくちゃんとあかんと思うんやけど、なんと言ってたか。で、今日ね、フードレックスは、今週特価でね、キャベツが88円かな。キャベツ1玉買ってきて、ちょっとね、キャベツは結構食べるんで。それとね、フードレックスの冷え物は、ヤマトポークの、ヤマトポークローススライスが、これ 281g、284g、今回安かったね、198円やったんヤマトポークね。これ2パックと、もう1パック、これ273円。今日ヤマトポーク3パック買ってきました。で、これはね、A5 ランクの極上国産牛、和牛。これ安かったね、298円やって。
A5 ランクの和牛でね、これ大和ポークじゃない、あのあれじゃないね、大和牛じゃないのよ。で、まあこれね、それでも A5 ランクの和牛やからね。どこされたかな、これ確かね、鹿児島産ちぶたかな、ここに書いてないな、向こうに書いてあったね、鹿児島産のはあの黒毛って書いてあったと思うんだよね。和牛です。それと、琵琶の吉野名物天下は琵琶の手作りこんにゃくっていうのをね買ってきました。これ300円、こんにゃく、こんにゃくいつも買い忘れるね。以上です。以上が今日買ってきたものです。ということで冷蔵庫入れときます、はい、今日のあちゃんのお買い物紹介良かったよと思ってくれたら高評価を応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。